アメリカ人女性による中国人女性とアメリカ人教授のやりとりにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、日本から学ぶことなんて何もない、あるゼミで中国人女性が反論、アメリカ人教授が取った行動とは、の話題です。海外、日本に行けばわかるはず。日本には独特のルールやマナーがあります。日本人にとっては当たり前のことでも不思議に感じたり感動したりする外国人さんも少なくないそうです。今回ご紹介するのはアメリカ人女性によるエピソードです。彼女の大学には日本人留学生がいて、日本の文化についていろいろと教えてもらったと語っていました。ある時ゼミに参加していた中国人女性が教授に反論したところ、教授はある行動をとったそうです。日本人女性も参加していたゼミの最中に一体どんなことがあったのでしょうか。早速ご紹介していきます。日本文化に興味を持ったのは、同じ大学に通う日本人留学生の話を聞いたことがきっかけだった。私の通う大学にはいろいろな国からの留学生が在籍している。日本人留学生は私と同じゼミに参加していたの。経済に関する専門知識を深めるゼミ、顔を合わせるうちに会話をするようになり、やがて仲良しになったわ。彼女と話しているとなんだか落ち着くの。話し方がゆっくりだからかしら、それとも彼女の仕草が関係しているのかも。ある時ゼミで日本の文化をもっと知りたいと思うような出来事があった。その日は国際社会と地域社会に生じる経済的な問題についての議論をしていたわ。一人の中国人留学生がこんなことを言い出したの。バブル経済終焉後、低迷する日本に何を学ぶというの？日本から学ぶことなんて何もない。ってね。ゼミのメンバーは一瞬固まったわ。そしてざわつき始めた。ちらっと日本人留学生の方を見ると恥ずかしそうに下を向いている。すると大学教授は中国人の彼女に向かってこう言った。そこに置いてある私のハサミを渡してもらえますか？中国人女性は、はぁ？という顔つきになったけど黙って従ったわ。机の上にあったハサミを取って大学教授に手渡したのよ。そして大学教授は中国人の彼女にこう言って諭したの。あなたは今ハサミの刃先を私の方に向けて手渡しましたね。でも日本人ならそんなことはしません。日本人は相手にハサミを渡すとき、相手にハサミの刃先を向けることはしないのです。自分の方に刃先が来るようにして刃先を持って渡すのです。相手への配慮は日本人から学ぶことができるでしょう。相手に対する配慮ができる民族は少ないと言われています。その配慮ができるのが日本人なんだね。どうやらあなたにも日本から学ぶべきことはたくさんありそうだね。それを聞いた中国人留学生はみるみる怒りの表情になった。そして顔を真っ赤にして教室から出て行ったわ。周りの生徒たちは二人のやりとりを黙って見ていたけど、そのうち一人が拍手をし始めたの。やがて二人三人と増えてみんなが拍手したわ。そんなことがあって以来、私はますます日本文化に興味を持つようになった。そこで私なりに日本のマナーや習慣について調べてみたの。こんなことが分かったわ。相手にハサミを渡すときは自分が刃先を持って相手が柄をつかみやすいようにする。相手が刃先で怪我をしないように、そして嫌な気持ちにならないようにしているみたい。教授も知っていたし、日本では普通のことなのかしら。電車の中は携帯電話での通話が禁止されていて静かである。日本の電車の中は恐ろしく静かみたいなの。携帯で通話する人がいないし、大声で会話する人もいないからみたい。席に座って寝ている人も多いっていうから、それで余計静かなのかもしれないわね。あるアメリカ人が日本の電車の中で驚いたことについてコメントしていた。混んでいる電車の中で親が子供に手すりにつかまりなさいと促していたらしいの。混雑した電車の中でどこにも捕まっていなかったら、きっと揺れたり押されたりしてバランスを崩してしまうだろう。そのアメリカ人は子供が転んだら危ないからだなと思ったそうよ。でも違った。その日本人の親は
転んだら他のお客さんに迷惑をかけるよと子供に教えていたのだとか。そのアメリカ人は中国にも旅行に行ったらしいけど、中国の地下鉄の中では子供がやりたい放題で困ったそうだ。中国で親が子供に他人に迷惑をかけないようにと注意している光景は一度も見なかったという。そのアメリカ人は、日本人は他人に迷惑をかけることをしない民族だとコメントしていた。そして中国人は他人に迷惑をかけることを気にしないが、他人から迷惑をかけられても気にしない民族だと締めくくっていたわ。日本人はマスクをしている人が多い。マスクって自分の身を守るためのものだと思っていた。他人からウイルスをうつされないようにするためだったり、ホコリを吸い込まないようにするためだったり。だけど日本人はちょっと違った理由でマスクをしているそうだ。自分が風邪をひいていたら、他人にうつらないようにマスクをする。鼻炎でくしゃみがひどい時は他人に迷惑をかけないようにマスクをする。他の人に対する配慮からマスクをしているというのを驚いたわ。日本人は相槌や愛想笑いが多い。日本人は会話の途中でうんうんと頭を縦に振ったり、へえと言ったりして相槌を打つ。相手に対して何も意見を言わない時でも相槌を打つことで話を聞いていますよという姿勢を見せるのだそうだ。黙ったままでいると相手は話聞いているのかなと不安になってしまうだろう。相槌を打つことで相手に安心感を与えるらしいわ。あと面白いわけでもないのに笑うことがあるそうだ。何かを断る時でも笑顔になるらしい。アメリカ人にとってはちょっと理解できない行動だけど、これも相手に対する気遣いかもしれない。日本人はどこでも列を作って並び、順番を守る。世界のどこでも行列はできるだろう。でも自分がその行列に並ぶとき、どんなに人数が多くても最後尾に並ぶのが日本人なのだそうだ。これは日本人に限ったことではないと思う。でも日本では割り込んだりして他の人と揉めることはほとんどないらしいの。電車のホームなんて足元に印があるみたいよ。電車を待つ人のための印がね。そこに並んでいればちょうど目の前が電車のドアになるようになっているそうだ。どんなに混雑したホームでもみんな列を作って並び、電車が到着したからといって我先にと乗り込むことはしない。電車から降りる人が優先なのだ。降りる人が全員降りるのを待ってから列の先頭の人から順番に乗り込む。これは見習いたいマナーだと思う。日本人は挨拶でも謝罪でもお辞儀をする。日本人は挨拶の時にお辞儀をする。軽く頭を下げるだけのこともあるし、腰を折って深く頭を下げることもあるそうだ。親しい間柄なら軽く頭を下げるお辞儀をすると、こんにちはとかさようならの意味になるみたい。腰を折って深く頭を下げるお辞儀は相手に敬意を表しているらしい。デパートに行くと店員さんが深いお辞儀をしていらっしゃいませという。あとごめんなさいっていう意味でもお辞儀をするのよ。日本では自動販売機があちこちにあって、ドリンクはホットとアイス両方を扱っていることもある。日本に行くと自動販売機の多さに驚く外国人が多いそうだ。ドリンクの自販機なんて1台でホットもアイスも選べるそうよ。自動販売機で売っているものの種類も豊富らしい。タバコ、アルコール、傘、食べ物、雑誌、アクセサリー、香水、高級チョコレート、中にはかなり高額な商品を買える自動販売機もある。それなのに日本で自動販売機が盗まれることはほとんどないそうだ。盗難被害がゼロというわけではないけど、自動販売機ごと盗難に遭うことは稀らしい。きっとものすごく治安がいいのね。だからこそ日本人は電車の中で眠ることができるのだろう。日本の自動販売機に対して外国人は、盗まれないこと、故障しにくいこと、商品のバラエティが豊富なことに感動するみたい。知らない商品を見かけるとつい買ってしまうんですって。日本ではチップが不要である。日本にはチップの習慣がないそうだ。レストランでの会計、タクシーの支払い、どれもチップは必要ないという。日本では正規料金にチップの分が含まれているから上乗せして払う必要はないのだとか。
ホテルのスタッフに荷物を運んでもらっても、タクシーを呼んでもらっても、チップは渡さなくていいみたい。日本の習慣を知らない外国人観光客の中には、チップを渡してしまう人もいるという。でも日本人が受け取ることはないのだ。レストランでチップを置いてお店を出たら、店員が気づいて追いかけてきて、チップを返してくれたっていう話もある。店員は忘れ物ですよとお金を届けてくれたのだそうだ。嘘みたいだけど本当らしい。決して黙って自分のものにしたりしない。他にもいくつかあったわ。私は自分で調べた日本の習慣やマナーについて日本人留学生に聞いてみたの。すると彼女は笑いながら、そうね、全部本当のことよと教えてくれたわ。だけど日本では当たり前だから意識していないのとも言っていた。ただ一つだけ彼女に訂正された。ハサミの刃先を向けないのは合っているけど、刃先を掴んで渡すのは本当はいけないことなのって。刃先を持ったら危ないし、刃が汚れる。本当は刃先を触らないように柄の部分を持って、刃先が自分の方に向いた状態で相手に渡すのが正解らしいわ。でも、日本人の相手に対する配慮がよくわかった。自分のことだけじゃなく、相手のことも考える国民性。なんだか日本に行ってみたくなってきたわ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外からたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本人は細かいところまでよく配慮しているよね。礼儀正しくて互いに尊重し合っている感じがする。まあ日本に行けばわかるはずさ。日本で一度も嫌な経験はしたことないよ。気を使ってくれるからかな。人はフレンドリーだし、礼儀正しくて丁寧だ。あと日本人の大多数は非常に正直だし、できる限り手伝ってくれるよ。日本人のマナーや習慣は細かくて複雑だ。ちょっと難しいところもあるよね。フィンランドでは時折日本人を目にするけど、彼らは間違いなく理想的な観光客よ。日本人が問題を起こすことはまずないし、悪いことで目立つことはないわね。ハサミを手渡すのが NG な国も多いよ。インドとかアルゼンチンとかね。相手に迷惑をかけることが嫌なのが日本人さ。以上が海外の反応です。エピソードをご紹介したアメリカ人女性は、日本人留学生から日本の話を聞いて興味を持ったようです。いつか日本に来てくれたら嬉しいですね。そして日本の文化を理解してもらえたらもっと嬉しいですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか？ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。